はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の部分積分丸1をお送りします。で、前回までね、不定積分やってきましたが、ここから部分積分です。で、今回3もやりますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まぁ、今回はね、コサインサインが入って、まぁ、三角関数がね、入ってるこんな問題をやっていくんですが、まず、部分積分、みんなの教科書とか、ワークにも必ず載ってる公式ですね、を書いていきましょう。で、まぁ、ちょっと表現が違ったら申し訳ないんですが、まぁ、今はね、積分やってるんで、インテグラル。で、これの特徴として、fx と gx っていうのは2つの関数が入ってるんです。今回やったら x っていう関数と cosx っていう関数。まあ、ここもそうですね。全部かかってる2つの関数が。でも、そんなものは今までもやってきたわけですよ。前回までの動画でもあったしね。で、どういう状況で使うかっていうと、片方を微分したものとして見れるとき、まあ、全部見れるんだけど、基本的にはね。まあ、こう見たときに何が起こるかっていうと、まず、fxgx としてインテグラルが外れるんです、片方。一個外れるの。あ、でも外れるけど残るんだけどね。後ろには出てきちゃうんだけど。で、引くことのインテグラル、最初に普通にそのまま置いてたやつを微分する。f'x にして、gxdx と。これが公式です、部分積分。で、これ何がね、いいのか、何の使い勝手がいいのかっていうと、結局さ、インテグラルも最後にはもう一回出てきてるから、インテグラル消えてないからね。これが消えてるんだったらさ、おすげえインテグラル消えんじゃんってなるんだけど、何がいいかっていうと、これね、次数を下げられるんですよ。次数を下げられる。で、これが一番のメリットで、この部分積分に関しては何かっていうと、今、これもしさ、x コサイン x の x が消えてくれれば、インテグラルコサイン x となるので、みんな一瞬で積分できるじゃないですか。つまり、一次式だった x を次数を下げる、0次式にすることによって、こいつ消えますよね。まあ、消えるっていうか1になるからさ、なくなるじゃないですか。っていう感じで、二次式だったもの、二乗がついてたものは一次式に落ちてくるし、つまり二次式、二乗だったものが x 一次式に落ちてくるんです。次数を下げていって、いつか0次式にすれば一瞬で積分できる状態に持っていけるので、これが部分積分のメリット。じゃあ、どうやっていくかっていうと、結局ね、最初のポイントとしては、どっちを微分したものと、ものとして見るのっていうところが大事なのね。例えば、これ1番だったら、x、こっちを微分したものとして見よう。あ、こっちね。見ようとしたら、ちょ、意図的に書きますね。これ、何を微分したらこれになるかっていうと、2分の 1x2 乗を微分すれば、これね、これ微分したら x に戻るでしょ？だから微分して、で、こっちはそのままするわけよ。こうやって。こう見るか、コサインの方、こっちを微分したもの、つまり、x はそのまんまで、コサイン x 何かを微分したもの、コサインは、サイン x を微分するとコサインだから、こうですよね。どちらでも見えるわけ。どっちかを微分したものとして見る必要があるから。でも、どっちが正解かってのは、これ、下が正解なの。下が正解。なぜかっていうと、これちょっと下行きますね。これ続きやっていくと公式当てはめます。まず、fxgx なんで、今、分かるまでね、慣れるまではこの形一回書いた方がいいです。こっから頭の中で、cosが 3x の微分したものだから、でもできればいいんだけど、慣れるまでは片方を必ず微分したものとして書き直して、ここにあるもの、x と 3x ね、そのまま出すから、ここは微分したものじゃないので、まず、x3x として出てきます。これ今ここね、ここ。で、引くことのインテグラル、今最初に何もいじらなかった方、今だったら x ね、いじらなかった方を微分します。微分することによってこれ1になるから、で、1になって gx をそのまま出してくる、つまり 3x を出してくるから 1sinx、 まあ1は書かないけどね、ならこうなるわけよ。
こうするとさっき一次式だったものが次数が下がることによって、あれ積分できんじゃんって形になるでしょ。だから x3x これはそのままでいいと。で 3x を積分するとマイナスコサインだから、符号変わってプラスコサイン x で、積分定数のプラス c つければほら終了じゃんっていう、これが部分積分です。で、上でやってしまうと何が困るかっていうと、一応書いてみようか。消しちゃうけどね。まずそのまんま出てくるから、こう。ここはね、もうあとインテグラル外れるからさ、何が出てきてもいいわけよ。どんな複雑でも構わない。問題は後ろで、マイナス引くことの、今、このまま、こっちはそのまんまで、コサイン X、いじらなかった方を微分するから、コサイン微分すると、マイナスサインなんでこうだよね。で、順番ちょっと変わっちゃったけど、こっちがいじれないから、結局次数上がっちゃってんだよね。だからより複雑になってる。元々よりも、ここが。意味ないじゃん。意味ないとか、より複雑だから もっとダメだよね。だから、その解く道筋に乗ってないというか、次数を下げていくことによって簡単に解けるようになっていくのに、これじゃダメだと。だから、作戦失敗なので、見方としては、後で次数を下げたいものを残すの。X を後で消したいなって、次数下げたいなって思うから、そのまんまにして、もう一個かと、もう片方の方を微分した方、微分した形に置き換えて解いていくと基本的にすんなりいきます。まあそれがね、ちょっとすんなりいかないっていうか、うんってなるのが、次回の部分積分丸2でログが出てくるんだけど、まあそこはちょっとね、またそこで説明しますが、ひとまず部分積分の導入としてはこういう感じで思っておいてください。なので、2番に関しても、x プラス3。プラス3なんてついてるけど、こいつ微分したら1でしょ、結局。1だよね。プラス3消えるし。だから、こいつを後で微分したい。つまり、残したいんです。だから、これを、こっちは残す。で、これを何かの微分したものとして見たいと。で、コサインは、まず、マイナス。マイナスじゃないね、これ。サイン 2x。まあ、サインをね、微分したらコサインに変わるから、こうだと。ただし、これを微分すると、2が出てきますよね。2コサイン 2x になっちゃう。そうすると、この形に戻らないから、2が出てくることを読んで、2分の1をかけといてあげる。こうしておけば、これを微分すると、まあ、2が消えるからね。コサイン 2x になる。OK だと。で、形が整ったね。こうなりましたと。じゃ、これがかければ、あとは、まずはそのまま出します。まあ、二分の一が前あるから、これ先書こうか。ちょっと待ってね。二分の一、カッコ、x プラス三、サイン 2x。こうなる。で、引くことね。引くことのインテグラル、これを微分して、こいつそのまんま。これ微分すると1になるから、まあ、ちょっと二分の一書いちゃう。中に書いちゃうね。サイン 2x、dx と、こうなります。で、これはね、一発で積分ができるので、二分の一、カッコ、x プラス三、サイン、2x。では、二分の一まで出すとして、サインを積分すると、マイナスコサインですね。マイナスコサイン。で、マイナスコサインだから、プラスに変わりますが、ここにも2がいると。で、2がいるから、その2が変わると、二分の一を余計にかけなきゃいけないので、元々いた2分の1とくっついて、4分の1、コサイン 2x。で、あとは積分定数プラス c。よいしょ。つけて、これで終了となります。いいかな？まあ、こんな感じで、ぜひやっていきましょう。で、まあ、一応この動画のボスですね、3番。で、これも、着眼点としてはどっちの次数下げたいかなって考えるわけよ。当然 x2 乗下げたいんです。サインは微分してもコサインになったりサインになったりするだけだからさ、何も次数減るとかはないので、こっちを下げたい。つまり x2 乗はそのままにしておきましょうと。で、サイン x をマイナスコサイン x を微分したものとして見ます。マイナスコサイン微分するとサインに戻るからね。じゃあこれでいきましょうと。で、まずはそのまんま外す。x2 乗、コサイン、x。引くことの、これを微分して、こいつそのままです。x2 乗を微分すると 2x。で、まあ2をまあ出しておこう、前にね。で、インテグラル 2x で、これもそのまま落としてくるから、
マイナスこっちに加えちゃって、こうなります。あれと。終わってねえじゃねえかと。なりますよね。実はですね、このパターンは x2 乗があるので、一回、さっきみたいに、x が0次式に持っていければ、一発でこうやって綺麗になるんですけど、どこだ？ここだね。なるんですけど、ならないので、2次式からまず1回部分積分使って1次式に落とすんです。x2 乗から x に変わったでしょ。で、こっからもう1回部分積分を使って0次式に落とすんです。つまり部分積分2回使う。まあ、有名な問題なんですけど、で、もう1回使っていきましょう。で、ちょっとですね、幅的に怪しいので、ここはちょっとピックアップでこっち出しちゃいますね。ちょっとこっちに。星にしときましょうか。インテグラル x、コサイン x。dx ですね。で、これ、あ、なんと、すいません、ちょっと意図してなかったけど、そうなってた。ありましたね。ここにありました。これ使いましょう。これは回答としてこれになります。なので、しまったね。場所作ったのに完全に気づかなかった。じゃあ1番のね、使わせてもらいます。ってことで、マイナス x2 乗、コサイン x プラス2、カッコ、これね、今、これを積分すると、あの、当てはめられるので、x サイン x で、プラス、コサイン x でですね、ここなんですけど、まあ、自分は気にしないんだよね。普通にプラス C って置いちゃうんだけど、もし、この、学校の定期テストとかのことを考慮したり、学校の先生、みんなが教えてくれてる先生がこういう書き方をしてた場合は、やった方がいいです。そして入ってなかったわ。やっべ。入ってなかった。ちょっと下行ってね、ごめんね。プラス C1 みたいな。C じゃなくてね、C1 ってしておくと安心かな。なんでかって後で説明します。これ展開していくと、マイナス x2 乗コサイン x、プラス2、プラス 2x サイン x のプラス、2コサイン x プラス 2c1 とこうなりますね。まあ、コサインはまとめた方が綺麗かな。ここはまとめておきましょう。下入るしね。ここまとめておくと、2-x2 乗の、コサイン x プラス 2x サイン x と。で、プラス 2c1 になったじゃないですか。で、別に積分定数なんでいらないもん全部まとめちゃっていいんですよ。だから正直 c って書いて 2c になるんだけど、まあ、c って書き直してもええやんって俺は思っちゃうのね。ただやっぱり正式な形を取るんだったら、ここに一つ 2c1 を c とするとかって、かけっていう先生も普通にいるからね。ちょっと俺適当だからさ、これ。こうやっちゃうんだけど。で、まあ、ひとまずこれで終了。となります。まあね、ちょっと途中、まあ、これはね、1回目ここ、2回目のさ、部分積分これ使ったから、すごく満所少なくなってるんだけど、本当はこれが入るからね、もっと長くなっちゃってめんどくさくはなるんですが、やってることに関してはこれだけです。これだけね。まあ、計算ミスが非常に出やすいとかではあるんですけど、必ずこれに次数を下げていくことによって、解に、答えに近づくことができますので、ぜひこの部分積分で使ってやってみてください。で、途中でもね、話しましたけど、次回もう一本だけ部分積分取ります。で、そこで、まあ、部分積分といえばログみたいなところ、勝手なイメージがあるんですけど、ログについてやっていきますので、まあ、もしよかったらね、そちらの方も見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。